1. イントロダクション。犬と人間の特別な絆は、何千年にもわたる長い歴史があります。最初の絆が生まれたのは、犬が狩りや守りの仕事に協力するために人間に順次された時代です。その後、古代エジプトや古代ギリシャなどの文明でも、犬は重要な役割を果たし、崇拝されることすらありました。中世ヨーロッパでは、犬は鷹狩りや狩りの仲間として愛され、王室や貴族の宮廷で高く評価されました。その後、産業革命とともに都市生活が拡大し、犬は家庭でのペットとしての役割を担うようになりました。犬との絆は、家族や個人の間柄において特別な存在となり、多くの犬種が育種されました。現代では、犬は家庭や職場、精神的なサポートを提供するサービスドッグなど、多くの役割を果たしています。犬は私たちの生活に欠かせない存在であり、その絆は非常に特別で深いものです。2. 最初の出会い。犬と人間の出会いは、何千年も前の遠い過去に遡ります。最初の犬たちは、おそらく狼として生息していた野生の動物でした。彼らは人類の居住地に近づき、食べ物の残りや生ゴミを探しました。このような狼たちは、人間の周囲にいることで生存のチャンスを高めたのかもしれません。人間と狼との関係が始まったのは、お互いに利益があることに気づいたことからだと考えられています。人間は狩りにおいて狼を仲間とし、狼は食べ物を提供される代わりに人間の警戒や護衛を行いました。この共生関係が進化し、犬の家畜化へとつながりました。最も早い証拠として、約1万3000年前の墓地で狩猟犬と思われる犬の遺骸が見つかっています。その後、畜産や農業の発展とともに、畜産や警戒犬としての需要が高まり、犬の家畜化が進展しました。このように、犬と人間の出会いは相互の利益と生活の質を向上させるものであり、人類の歴史と結びついた特別な関係が築かれました。3. 古代のパートナー。大文明において、犬は多くの重要な役割を果たしました。エジプトでは、犬は害虫を寄せ付けないための守護者として農業に貢献し、また、狩猟や戦争においても役立つパートナーでした。エジプトの神々にも関連があり、アヌビスは死者を守る神として犬の頭を持っています。ローマ時代においても、犬は警備や狩猟、戦闘、そして儀式での役割を果たしました。特に、グラディエーターの戦いでのエンターテインメントにも犬が登場しました。また、ローマでは警備犬としての訓練を施したり、守護神として崇拝されることもありました。これらの文明での犬の存在は、単なるペット以上のものであり、労働力や信仰、戦力として重要視されました。犬と人間の関係は長い歴史を持ち、古代文明から現代まで続いています。4. 中世から近世へ。中世から近世のヨーロッパでは、犬は多くの役割を果たしていました。狩猟においては、異なる犬種が異なる獲物を追跡するために鍛えられ、貴族や王室の狩猟パートナーとして重要でした。グレーハウンドやビーグルなどの犬種は、獣の狩りに適していた一方で、セントバーナードやセントラルアジアの羊飼い犬は護衛と牛の管理に使用されました。衛生面でも犬は役立ちました。犬は食料や食品の保存を監視し、害虫を寄せ付けませんでした。さらに、医療分野でも犬は嗅覚に優れており、病人の匂いを感知し、病院や修道院で看護犬として活用されたこともありました。中世から近世のヨーロッパ社会では、犬は労働、娯楽、防衛、そして癒しのパートナーとして欠かせない存在でした。5. 近代のペットとして、現代社会では、犬の役割が多様化し、その最も一般的な役割はペットとしての飼育です。この変化は産業化や都市化、生活様式の変化に伴いました。犬は農場や家庭での労働から、愛される家族の一員へとシフトしました。19世紀から20世紀初頭にかけて、都市部での飼育が一般的になり、犬は忠実な仲間として家庭に迎えられました。犬の品種改良や獣医学の進歩も飼育を促進し、犬はペットとして飼育されることが一般的になりました。また、現代では犬はエモーションサポートやセラピードッグとしても重要な役割を果たします。ストレス軽減や心の癒しを提供し、高齢者や障害者の生活の質を向上させるために導入されます。犬は現代社会において、忠実な友、家族の一員、癒しの存在としての役割を果たし、多くの人々に愛されています。6. 異なる品種。様々な犬種が存在し、各犬種は独自の特徴と歴史を持っています。例えば、ゴールデンレトリバーは友好的で賢い性格で、狩猟用に育種されました。
シベリアンハスキーは北極地帯での過酷な条件に適応し、力強く美しい紐を持っています。ドーベルマンピンシャーは防犯犬として飼育され、知恵と忠誠心が特徴です。一方、フレンチブルドッグはコンパクトなサイズと愛らしい性格で、街中で人気です。これらの犬種は、飼い主に忠実であり、様々な役割や魅力を提供しています。それぞれの犬種の歴史や特徴は多岐にわたり、魅力的なパートナーとして人々の生活に欠かせない存在となっています。7. 犬の文化的影響。犬は文学、芸術、宗教、映画などの文化において重要な影響を与えてきました。文学では、ウィリアム・フォークナーの小説草の神兵のように、犬は忠誠心や情念の象徴として書かれています。芸術においては、レオナルド・ダ・ヴィンチやエドワード・ランドシーアなど、多くの画家が犬をモデルにし、美術作品に登場させました。宗教では、エジプトの神々やキリスト教の聖人と結びつけられ、守護者とされています。映画においても、犬は数々の感動的なストーリーや冒険の主役として登場し、観客に深い感銘を与えました。犬は文化において忠誠心、愛情、保護の象徴として高く評価され、その存在は多くの作品や信仰に反映されています。8. 未来への展望。遺伝学とトレーニング技術の進歩により、将来の犬と人間の関係はより深まり、精緻化されるでしょう。遺伝学の進歩により、犬種ごとに特有の健康リスクや遺伝的特性をより精密に理解でき、遺伝的疾患の予防や治療が可能になります。また、望ましい性格や能力を強化する育種が進み、より適したパートナーとしての犬が飼育されるでしょう。トレーニング技術の発展により、犬はより高度な認知能力を持つようになり、人間の手助けをより効果的に行います。例えば、医療やセラピーの分野での活用が進み、犬は精神的な支えや心身の治療に活躍します。また、遠隔操作や IoT 技術の導入により、飼い主と犬とのコミュニケーションがよりスムーズになり、犬の健康状態や行動パターンをリアルタイムで把握できるようになるでしょう。このような進歩によって、より深い信頼と絆で結ばれた、より質の高い関係が築かれることでしょう。9. 犬と人間の絆の重要性。犬との関係は私たちの生活に多大な影響を与え、その重要性は計り知れません。犬は忠実な友達であり、精神的な癒しです。日常的なストレスの解消や孤独感の軽減に貢献し、愛と喜びをもたらします。また、犬の存在は運動促進にもつながり、健康的なライフスタイルを促進します。さらに、犬は社交性や責任感を養うのにも役立ちます。犬を飼育することで、飼い主は日常のルーティンやケアの責任を学び、新たなスキルを身につけます。犬との信頼のある関係は、人間同士のコミュニケーションや連帯感を高め、共感力を育むお手伝いをしています。最も重要なのは、犬は無条件の愛をもたらし、喜びと幸福感を提供してくれる存在です。そのため、犬との関係は生活における癒しと喜びの源であり、人生をより豊かにしています。10. 結論、犬と人間の歴史は特別で深いものです。この絆は未来に向けても続いていくでしょう。